動画を見ていただいてありがとうございます。旅する生き物男子バオシンです。この動画面白いと思ったらコメント高評価チャンネル登録お願いします。現在地なんですけれども JR 中央線中津川駅にいます。本来であればこの動画撮る予定はなかったんですが、2泊3日行く旅行の最後のエピソードとして、もともと中山道の宿場町でもあった中津川周辺をプチ観光しようかなと思って今動画を撮って回しております。観光案内所がすぐそこにあるので聞いてみながら2時間でできる簡単な観光やってみたいなと思います。まあ、というわけでぜひ最後まで見てください。では今回の旅も始めていきましょう。皆さん、栗きんとん好きですか？どうやらこの中津川、その栗きんとんの発祥の地みたいですね。栗きんとんの歴史、ここに立派な石碑が立っております。いやー、これは僕も知りませんでした。街道文化の町中津川、かつての中山道を行くとこんな風になってるみたいです。馬込塾、皆さん馬込方面こんな感じに、ね、ここに馬込塾があります。そうか、ここでいろいろ散策できるわけですね。でここには苗木城があるわけですね。今観光案内所の方で1時間半でできそうなルートを教えてもらいました。これが中津川塾探索ルートなんですけれども、だいぶ端折りまして短くやりましょうか。ということでちょっと時間押してます。なので今映しているコインロッカーにこのキャリーケース預けまして、手早く素早く迅速に簡単な探索をしたいと思います。いきます。こちらのコインロッカー1回の使用料600円です。荷物はもうすでに入れておりますので、あーこれもまたかー、あーこれもまたかー、ゴーッ、これもかー、崩さないとないパターン。ちょっとお待ちを。なんとか荷物無事でした。そしてさっきコンビニで600円を作ってきました。これを入れていきます。本当にもう時間が押してるから早くしないと。島がない。なんだよ。入った。入った。入りました。結構強引に入れないと動いてくれないみたい。はい。残り100円、100円。はい。はい、入りました。これで閉まる。はい、これで閉まりました。それでは緊急見切り発車企画、中山道中津川塾弾丸ツアー、早速始めていきましょう。急がなくては時間が押している。この前にささっとエネルギー補給しちゃいますね。さっき駅の構内のコンビニで軽食を買ってきました。今のうちに補給します。僕が見ている方側にさっき観光案内所の方からいただいた、本当に1時間半で可能な中津川塾観光あるそうなので、かいつまみのような形になっちゃうんですけど、できる限り広げ上げて、1時間半といってもそれでも4時半には戻ってきたいので、電車の都合もありますから。なので45分経過して全て回りきらないと思ったらすぐ引き返すということで、の企画強制終了ということでやっていきます。どうかその点はご了承ください。ほとんど味は分かってません。それでは1時間半でできる中津川塾観光スタートします。早速見えてきました。中山道まで 0.3 キロ、 300m です。ちなみに例の感染症の関係でとっても歩きやすいです。早足でカメラがブレブレになっているかもしれませんが、そこは何卒ご容赦ください。いや、これゲロ温泉合掌村並みにハードなスケジュールだ。なるべくこう、あ、そういうこともあるんだっていうことで見つけた史跡なんかもありましたから、それを中心に見切っていきたいなと思います。
ちなみにこういう風になっているわけなんですけれども、都合上1番から5番までは飛ばします。6番のこの前田整頓さんという方の生誕地がすぐそこなので、今ちょうど新町という交差点まで来たんですけど、ここから先は中山道みたいです。ここ入っていきます。信号が赤なので少し待ちます。見えてきましたね。あれかな、これだ、これです。前田整頓画伯生誕の字ということで石碑がありました。映していいのかな。愛知銀行さんの正面入り口のすぐ左手にありました。意外と簡単に見つけられましたよ。続いて訪れますのは幕末の偉人です。その隠れ家なんですけど、いや、ありがたい。こういう案内があると本当に助かります。本当初めて来る観光客にはこういうのは本当にありがたい。桂小五郎の隠れ家と行程焼山跡だそうです。行ってみましょう。いいですね。すぐ脇に小川がこんな素敵な小川が流れてる。でも隣はちょっと民家みたいですから、なるべく映さないよ。あ、でもその脇、これはこれも民家、それとももともと蔵だったのかな、よくわかりませんけど、あまり映さない方がいいのかな。だからこんな風になってまして、一般の住民の方のお家でしたね。すいませんでした、知らなかったです。初めて来たので。おそらくこの道沿いなんですけれども、あるでしょうか。あった、ありました、ありました、ありました。ここですね、桂小五郎隠れ家跡ということで、この辺りに昔料亭焼け山があったと。文久2年1962年6月あと火災ということで、中津川市観光協会ということで移していきましょう。この建物がそうです。それでは次へ進みましょう。閑静な住宅街で戻ってきまして、中山道に戻っていくわけなんですけれども、郵便局がこの先にあるそうなので一息当たってますが、ね、本当ラッキーですよ。教えていただかなかったら中津川をこんな風に弾丸で巡るなんていう企画考えることできませんでした。多治見駅でこのことを教えてくださった駅員さんに本当に感謝ですね。もう感謝しかありません。この BGM が引っかからなければいいんですけどね。著作権僕もかなり気にして毎回皆さんに楽しんでいただける動画なんかを作っているわけなんですけれども、はい、ここですね、中津川郵便局来ました。中津川郵便局のこの近く、あ、ありましたよ。これは間宮広政の蔵と書いてあります。正確な開館時間9時半から午後5時までということなんですけれども、詳しく見ていくことは時間の都合上できません。簡単に中を拝見して失礼したいと思います。中山道中津川おいで祭り、こんな感じでなってまして、でこれが、すいません、お名前存じ上げません。何と読むのかもわからない。お叱りは甘んじていきます。でも立派な造りの建物ですね。織部道路旧狭間家、そうか、皆さん間宮じゃないんだ、狭間家だ。こんな感じの倉庫なんだそうです。ぜひ中山道観光の時にゆっくりと見物をしていただけたらなと思います。次行きます。あ、いい雰囲気の橋がかかってる。こう四つ目川橋というんだそうです。あー、なんか分かりませんけどね、立山にも橋いっぱいありましたけどね、宮川にいくつもの橋かかってましたし、この支流であるえなこ川にもいっぱい橋かかってましたけど、ここはここでいいですね。中津川というんですから、もちろん中津川はあります。でここちょっとね、信号がないので気をつけていただきたいなと思いました。初めて通ったんですけど、昔ながらの駄菓子屋さんがありました。看板は出てないですけど営業してますね。ちょっと今日はごめんなさい、急ぎますので。さて、と次の史跡なんですが、日本人と読むんでしょうか。最近ほんと漢字が弱くなってるな。あ、ここだ、ここですね。いろんな事情が重なったんでしょうね。もともと向こうにあったものをここに移築したみたいです。こんな風にベンチもあってゆっくり行きそうなんで、風景動画、これで9番目の史跡回ることができたみたいです。いや、
ちょっと待ってください。中山道の資料館があります。これもちょっと写していきましょう。入館無料。これが中山道歴史資料館だそうです。岐阜県の17宿木曽路の散策ガイドもあります。どうぞ気軽にお立ち寄りくださいということなんですけど、ごめんなさい、今日はちょっと立ち寄れない。5時に岐阜の電車に乗らなきゃいけないんです。松本行きの電車に乗らなきゃいけないんです。本当にごめんなさい。というわけで、ここもうそうですね、中津川村の庄屋の戸宅、ここみたいです。ちょうど今端午の里の時期なので、鯉のぼりが建屋の外に飾られてます。で、ここが中津川村の庄屋跡、中津川市の指定文化財に指定されてます。ここにも鯉のぼりがあったというわけですね。これで9番目の史跡となるんでしょうかと言わせてましたけども、どうやらそれぞれの史跡には ID が来てあるようで、何かこれで検索できるみたいですけども、ちょっと今回わからないのでこのまま飛ばします。ごめんなさい。では次行きましょう。次がですね、旧大泉寺の最も古い文学碑と書いてあるんですけど、これはどこへどう行けばいいのか。大泉寺ってこっちですね。旧大泉寺最も古い文学碑の方なんですけども、あっという間に通り過ぎてました。ということで次行っちゃいます。本町増方狭間酒造さん、あ、ここですね。このお店だそうです。壁沿いにはこんな絵が描いてあります。めちゃめちゃ端折ってしまったんですけど、お許しください。次行かないといけません。12番目、中山道遊歩道というのがあるそうなんですけど、どこでしょうか。本当にね、この界隈一般の住民の方々の生活圏ですから、あまり下手に映してしまうとご迷惑をおかけしてしまいますので、さてどこへ行けばいいのやら。本当に警備の方、本当に皆さん優しくて、何から何まで教えていただいて。車が通るかな。ということで、ちょっと見づらいかもしれないんですが、ここが下町界隈中山道遊歩道ということでご紹介いただきまして、もうすぐ目の前にミニ中山道あります。そこを歩いていきたいと思います。どうもありがとうございます。ここですね、ここにも橋がかかってます。中央橋っていうのかな、中央橋と読むんでしょうか、よくわかりませんけど、ここがミニ中山道というんだそうです。ここを歩いていきましょう。いやー、でも教えていただいて本当に行きそびれた箇所ありましたけど、なんとかね。中津川駅スタートして約40分ほどでここまで来ました。13箇所目、さあここです。小川が流れています。ここをすぐ行くと本町公園、元町公園って言うんでしょうか、ちょっと分かりませんが、もともと上の道で行くと京都まで51里、江戸まで84里ということで、ここが旧中山道ということだそうです。ここには 200m、 何の意味か分かりませんが 700m ということで、なんか看板がかかっています。ミニ中山道、こんな感じで小川が流れて、なんか街道の雰囲気が出てる。だいぶ薪で歩きましたから息が上がっております。ミニ中山道ってどんなところだろうと思ったんですけど、本当にいい雰囲気が出てますよ。こんな感じで、さっきまでは両側に小川が流れてたんですけども、まあ、人工的なものかもしれないんですけども、ここにはちょっと休憩ができるベンチなんかもあります。右大道、これより中山道ということで、中山道遊歩道公園、ここが中山道の遊歩道公園でした。僕はちょっとね、端折って駆け足で歩いてしまったんですが、ぜひゆっくりと歩いていただければなと思います。さあ最後です。本町公園、土町公園、もうすいません、本当に感じよくなってしまった。こんな感じで綺麗な海とか、心からくつろいでいられるような、こんな公園が、あと向こうにあるのはデゴイチですね。で、名前は知ってるけどどういうものだか知らない。おそらく高崎あたりでも今も現役で走ってるようなデゴイチ、それの実物大ここに飾られてます。すごいですね。もうすぐ藤の花がいっぱい咲き乱れるのかな。こんにちは。遊具も充実してますね。どうも失礼しました。こんなのもありましたよ。あれは多分深津川に来るときに電車が通過した陸橋だと思いますね。
というわけで本当に駆け足なんですけども、観光協会の方からいただいたこの中津川宿探索のマップをいただきまして、1時間でできる中津川観光ということでやらせていただきました。今回の動画どうでしたか？よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。いよいよ2泊3日岐阜旅行最終回です。お楽しみに。